レジェンドオブ勇者部活動生報告、イエイイエイ。はい、今夜が最終回の勇者部活動生報告、うんうん、放送直前スペシャルも含め、うんうん、これまでの放送で私たちが築き上げてきた伝説を振り返っていきたいと思います、はい、言うてもさ、生報告はさ全7回になるわけでしょ。はい、それなのにこれだけ伝説が残ってるっていうのは本当すごいことですよね。すごいす、7回ってことは7ヶ月っていうことです。そうなるのかな。あ、嘘、そんな月、うん、そうですよね、はい、そんな前なんだ、ね、そうですよ。じゃあ早速ね、初回からいきたいと思います。初回はね、はい、放送直前スペシャルだったんですよね、うんうん、この時はい、あ、はい、この時ね、あの助っ人としてミモリンが登場してくれて、はい、はい、そしてミモリンがセンブリ茶をイエキ味という風に提言したのがこの回なんです。ここから全て始まってますからね。イエキブシャーだ、はい、いろんなゲームにもね挑戦したりして、でそしてね、放送時間の関係でトモヨロイドがね、そうそうそう、登場したのもこの回でしたよ。はい、そうでした、ね、あれ聞きたいな。大活躍でした。何、あれって何、聞けるかな。あなたの心の中にいます。かわいいかわいいかわいい、マジ勇者マジ勇者この犬坊崎みもりさんは何、今のコラボなんだ。犬坊崎みもりさんは犬坊崎みもり、でもこのね、みもりさんはどう思いますか。あ、かなり使いましたからね。マジ勇者ってここから生まれたよね。確かに、うん、マジ勇者、うん、じゃあゆみさん閉めて別のところでも使っていただいても、ね、いやいや大丈夫です、ゆみさん、いや大丈夫です、もうこここれきりで大丈夫です、はい、そうですか、はいはい、まあそんな感じで、はい、初回からねいろんなことがあったんですけれども、はい、続きまして第2回はですね、はい、ジュリちゃんがゲストに来てくれました。はい、楽しかった。あとゆみさんとジュリさんのバースデーのお祝いもしましたね。ありがとうございました。すごい楽しかった、ね、もうジュリちゃんは完全に私の味方かと思いきやね、うん、すごいいっぱい暴れてくれるね。とりあえずの味方だったね。いや本当楽しかったですね、はい、でもしかも3回はジュリさんに続いて、うん、みもりさんもゲストに来てくれたってことで、うん、そうですよ。ここであの名曲があの名曲が生まれましたから。ジュリちゃん何のこと、名ってあのなじゃないからね、名前のなじゃないからね、迷うの迷う、はい、そう本当にアジアも愛してる。あ、この辺からすごくおかしくなってったって。あ、やっぱりそれって面白くなってたっていうことですか。おかしくなってたの。面白いとおかしいはまた別なんですけど、ね、でもあのアレンジトラックっていうか、うん、その なんてリニューアル、うん、された音源を聞いていただいた方は分かると思うんですけど、うん、あの三森さんの曲をあの新しくこうやり直し、うん、アレンジし直してくださったアレンジャーさんは天才です、うん、はっきり言いましょう、天才です。うん、いやー、また何にガラッとね、まだ聞いてないという方もしいらっしゃいましたら、またぜひねゲットして聞いていただきたいなと思います、はい、そして第4回が初めて勇者部員全員がね、うん、集結しました。そう、アニメの最終回直前だった、うん、そうか、第4回でもう直前スペシャルなんだ。そうですよ、うん、そう考えると早いよね、うん、はい、なので、こうね、私が頑張る、ね、そうだ、名シーンをねベスト3とか上げながら5人で振り返っていきましたね。うん、やった、はい、3、2、1ってやったね。そう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 、あ、そうね、あれ泣いてる泣いてる寝ちゃったんだね。あれです、寝ちゃったんだ。そう、私泣かなかった泣かなかった泣かなかった。あとあれですよ、レオバーテックスのレオを5人でね体現して、なんかこういうで、あの私たちがやってるところにねみもりがやるんですか、やっちゃうんですか、最終回。いや、どうぞ。あ、久しぶりに OK が出た。私を殺したいでしょう。なんかどんどんひどくなってってません？最初の頃に比べると元がもう何なのか分からなくなってますけど、これはものすごい受けてる。みもりさんがやっていた、あの東郷さんがやっていた、東郷さんのセリフのみもりさんがやっていたののモノマネです。まあね、改善に改善を重ね、改善かな。でもなんかこうやってね、互いのキャラクターをねモノマネし合ったりなんていうこともいろいろありましたね、はい、はい、そして第5回、うん、ともやちゃんがそういなかったので、うん、ね、助っ人、いやいやいや、ね、頑張ってましたからね。頑張ってた、はい、ありがとう。でそして助っ人のジュリちゃんが登場してくれました、うん、ジュリちゃん、はい、ここでね、さっきちょっとお話ししましたけど、 PC ゲームで見たいカップリングっていうのを考えて発表したんだよね。なぜだね、はい、面白かった、はい、ここで、そうそうそう、でここでエッサホイサが生まれましたね。生まれた、エッサホイサもすごい面白かったですね、サントラランキングで。そうそうそう、あれも盛り上がったよね、うん、
はい、部下ランキングなんかもやったりして、あ、はい、そうね、結構皆さんがやっぱり私たちがこう作らせていただいた部下に本当にね、うん、あのたくさん聞いてくださって選んでくださったっていうのもあって、また盛り上がった企画でしたね、はい、はい、ありがとうございます。そして前回の第6回、うん、これがレギュラー3人、私たちだけでの初めてのニコ生でした。初めては3人が初めての6回だった。意外とそうなんです。6回目にしてね、うん、初めてということで、うん、そっか、ここは初回もね、そうそうそう、ね、そうなのよ。でしかも満開祭りに備えて、うんうん、まあ、クイズをねに答えて満開ゲージを貯めようみたいな感じで、はい、やりましたけど、そうだった、あ、最近なのになんだかね、あ、そうだったって感じだね。なんかさ、うん、前のニコ生の方がやっぱ強烈だでしたよね、うん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 、なのであんまりこう、あ、これが意外と一番最近なのかっていうところがあります。まあ言うてもね、ずっとねラジオ一緒にやってますからね、うん、なんかこの空気感っていうのにはもうだいぶ慣れましたから。なんかすごいラジオっぽい感じ、今日なんかね、これ映ってる気がしてないもん。そうそう、でも皆さん今日緩いですね。皆さんのコメントがあるからね、あ、これ放送されてるんだなって、うんうんうん、放送されてるんだな、放送されてますよ、されてますからね。はい、安心してください。爆笑である。あ、でもきっとね、あのさっき、そうそう、あのグループラインでね、うんうん、ミモリンとジュリちゃんも見るって言ってくれてたので、うんうん、はい、ミモリさん、ジュリちゃん、ミモリン見てるところでやったってかなりの勇者だ。あ、そうじゃん。まあまあでも大丈夫だよ、ミモリン優しいから。私を殺したいでしょ。もう遅いよ。ちょっと回復したね。この後携帯見るの怖いね。ドキドキだね。でもね、本当にそんな感じでこうなかなかね、あの全員揃うってことは、まあ、難しかったのかもしれませんけれども、うんうん、でもこうやって常にね、勇者部員はみんなつながっているという感じが常にして、本当になんかいい感じでね、うん、ニコ生毎回送れたんじゃないかなというふうに思いました。あ、トーゴーさんだ、はい、ね、皆さん本当にありがとうございます。あのね、コメントでトーゴーさんが流れたの。あ、本当に良かったね。マリアさん、あとでちょっと、え、ミモリさんに呼ばれてきます。絶対ミモリ今リアルタイムで見れてないから。あ、そっか。絶対リアルタイムでは見れてないから。今日も終わったら、あの、先に謝ります、うん、すみませんでしたって。前と同じ文明をいつもの方式じゃん。そうだよ、いつも、今日もいつもすみませんでしたよ。ダメじゃないよ、いいじゃないよ。でもこんな感じでね、あの、まあ、成長型ラジオバラエティといえど、なんかこういい意味で変わらず毎回こう緩い感じでね、お送りできたのがすごく私たちも楽しかったので、はい、皆さんにもその楽しさが伝わっていればいいなと思っております、うん、はい。そして今日ですね、たくさんの伝説が生まれましたよね、うん、はい、金曜の夜にね、まあ、応援してくれた皆さん本当にありがとうございました。はい、ました、ね、ありがとうございました。まだまだ本当に振り返るとね、結構キリがないんですけれども、うんうん、はい、一応ね、ここら辺までにしておきましょう。はい、はい、ということで以上、レジェンドオブ勇者部活動生報告でした。はい、はい、それではここで1曲、ブルーレイ DVD 第5巻初回特典の音楽 CD3 勇気ユナは勇者であるオリジナルサウンドトラックアウトテイクより、犬坊崎五木 CV 黒沢智代で祈りの歌。